私は皆さんに伝えたい。もし気持ちが沈んでいたり悩んでることがもしあるのならば、10分でも20分でもいい、家の外に出て散歩をしなさい。 What? There's bears. Okay. 本日もよろしくお願いします。に行く前にですね、皆さんに大発表がございます。 Oh my goodness。 なんとですね、数億年ぶりぐらいにファーミーティングを開催することが決定しました。情報はこちらなんですけど、10月の14日に東京都でですね、私の誕生日あのファンミーティングを開催させていただくことが決定しました。まあ、内容はですね、いろんな企画を今考えてたりするんですが、皆さんとおしゃべりしたり質問コーナーをしたりだとか、いろんなゲームだったりだとか私物プレゼントとか、あんまり詳しくは言えないんですけど、なんといってもですね、スペシャルゲストの方が、皆さんこのシルエットで誰だか分かりますかね、本当にスペシャルで、本当にスペシャルだと思います、が来てくれたりだとか、すごく楽しい時間をですね、皆さんに過ごせるんじゃないかな、違う、みんなと一緒に過ごせるんじゃないかなと思っていて、今からワクワクしているところでございます。チケットはですね、絶賛あのプレイオーダーが E プラスから始まっておりまして、27日までやっていますので、この概要欄にですね、チケット の申し込みに飛べるリンクを貼っとくので、ぜひぜひ皆さん、あのお時間がありましたら、ごめんなさい、ギリギリの告知になってしまったんですが、お時間がもし空いてたらぜひぜひ遊びに来てください。東京ドームシティで俺と握手っていう CM 昔あったよね。まあそんな感じで俺と握手、バイバーイ。 Hey motherfucking bitches、You guys are my lovely people. カメラが見つからないわけ。ということで皆さんこんにちは。Hey guys、 よろしくお願いいたします。今はですね、カメラが見つからないので、ごめんなさい、 iPhone で撮影してるんですけど、皆さんは今私のクローゼットにいます。多分入居以来、違う、ここに家に引っ越したのがもうすぐで、あと2ヶ月、3ヶ月ぐらいだけど、1年も経つの。はぁ、月日が経つのはほんまに早いですよ。生まれたと思えばあっという間にカラオケ。お疲れ様でした。あのアップデートなんですけど、韓国語の字幕がまたつき始めました。アニョハセヨー。以前、YouTube のシステムがですね、前は、この見てくださってる視聴者の皆さんが、ご好意で、誰でもこう、YouTube の、誰でも動画に、こう、字幕をつけれることができたんです。なので、以前の動画を振り返っていただくと、韓国語がついてたりだとか、他の言語、英語もそうですし、他の言語の字幕がついてる動画とかもちらほらあるんですけど、YouTube のシステムが数年前に変わって、そういうことができなくなったんです。なので、英語の字幕は、たまに動画によって、いろいろ最近でもつけてたりとかしたんですけど、韓国語はそれ以来一切つけてなくて、でも韓国の中に、韓国の中にいて、韓国にいらっしゃる皆様、チングの皆様の間に私の動画を見てくださってる方が いるんです。で、なんか DM とかで字幕がまたついたら見たいですっていうリクエストをたくさんいただいて、こう翻訳とかで多分日本語作ってくださ使ってくださったのかわかんないけど、なので帰ってきました。アニョハセヨ、アニョハセヨ、うちとあなたのコミュニケーション、コミコミコミミコミコミコミミコミコミコミミコミミイエーイですね。私は今からテニスを見に行きます。テニスといっても US オープンを見に行きます。あと1時間後には友達のパーカーがうちに来て一緒に車で向かうんですけれども、去年も実は US オープンを見に行かせていただいたんですね。セレーナがですね、引退するやつを見に行かせていただいたんですけど、もう本当に言葉になりませんでした。いろんな意味で。でですね、もうあっという間に1年が経ったのかというか、まあ、もうこのシーズンになったのかということで、ニューヨークはね、結構 US オープンを見に行く人が周りにいるんですけど、今年もありがたいことにご招待いただきまして、モンクレアの方々に今からですね、行ってくるっていうのが今日の動画、てか今週の始まりです。今ですね、洋服を実際今、コーディネートを組んでるんですけど、まあ、今回は今日月曜日なんですね。で、なんかすごいやる気ないし、やる気ないって、違いますよ！出かけることにやる気がないんじゃなくて、なんて言うんだろう。なんか、テニスを集中したい。真剣に見たい。洋服、大丈夫。テニス、わかる？そういうこと。だから、こういう感じでシンプルめに行こうかなと思って、最近これゲットしたんですけど、ピーター・ドゥの、日本語だとピーター・ドゥ、ピーター・ドゥ。とてもグラデーションが素敵になってます。なんか、とっても良くないですか？なんかこれ、小学生の頃思い出しません？和菓子、何でしたっけ、習字を書く紙、和紙。和紙にこう、墨汁を照らしたとき、こう、ポタって垂らしたときの、グラデーションを作った感じにちょっと似てますね。Oh my goodness、皆さん、お帰りなさい、小学校の時間ですよ。てか、この間ツイッターでもボロクソ書かせていただいたんですけど、もう夏が終わります。ありえません。私、もう何回も何回もいろんなところで言ってるから、もうみんなを耳にタコどころか、マジで本当にこうなってると思うんですけど、すごい、見て、強いピアスを買ったの、今これで思い出した。ごめん、話がどんどん逸れてくるんだけど、まあ、今から夏の話
をするというか、もう夏が終わりじゃないですか。気がついたらもう9月ですよ皆さん。お疲れ様でした。あ、もう忙しい忙しい私って。食べ物が到着しました。もう急いで食い物もあのぶち込まないといけないんで。 Hello Amazing Thank you so much Bye Amazing って言いかけましたけど、何でしたっけ。あ、そうそう、今ので思い出しました。私ね、ごめんなさい、本当話がそれすぎて、これを見せたかったの今の。以上、終わりです。夏が終わりで超悲しくて、でなんか聞いたところによると日本は11月ぐらいまで35度ぐらいまであるって聞いたんですけど、本当ですか。もう夏が終わっちゃうっていうのがすごい悲しいんです。ニューヨークの冬ってすごい病むんです。 It's so depressing。実はですね、ボーディ、私がアメリカに引っ越してすぐの時に出会ったボーディなんですけど、ボーディはこの夏が終わったらボーディはロンドンに引っ越すんです。もともとロサンゼルスで出会って、あのロサンゼルスで超仲良くなって引っ越してすぐの時に出会った、英語も全然できない時に出会った友達なんですけど、ボーディは今週が終わったらあと10日後くらいにロンドンに3年間学校にあの入学するためにロンドンで学校に行くんですけど、演劇の引っ越したんです。ロサンゼルスからロンドンに引っ越すんじゃなくて、それまでの夏休みの3ヶ月だけニューヨークに引っ越してきてて、で最初の1ヶ月はまだ家が見つからなかったので、ほらニューヨークで家を見つけるのってすごい大変なので、なのでこの私の部屋に3週間ぐらいあのルームシェアしてたんです。で家が見つかって、そこから2ヶ月は3ヶ月で最高の夏ってやってたら、あっという間にもうボーディが旅立ってしまう時まで来たんです。なので今回の動画は泣くと思います。私もう信じられません。めした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 めお家に帰ってきました。テニスすごくとっても楽しかったです。なんかやっぱりテニスというかスポーツをプレイする人っていつも見に行くと思うんだけど、本当にメンタル精神がすごい素晴らしくていうか、なんか強いなって思う。なんかアメリカとか日本でうちスポーツあんまり見たことないからわからないんだけど、アメリカでいつもスポーツ見るとさ、やっぱ観客の方がすごいブーとかブーとかなんかもうイエーとか名前とかもすごいのね、声が。本人たちはさ、選手の皆さんとかさプレイしながらさ、それがさ耳にさずっと入ってくるわけじゃん。ロマンになるよなと思った。わかんない、うち捉え方が違うよね、もしかしたら。私すごいメンタルだなと思った。このコーヒークソまずいんだけど。てかごめん、本当言葉が間違えました。違う、クソまずいっていうか、いつもは美味しいのに。え、ねえ、天気が良くないといいことない。見てください、皆さん、お願いします、お願いします。ちょっともう見てくださいね、いいですか。 3,2,1 口の中が本当にバーベキュー会場って感じ。Wow. Yeah, we got it.皆さんもご存知かと思うんですが、円安ですね。すごいんですね。まあ本当に近所のスーパーちょっと高いんです。だから。安いスーパーをすごい探しててやっと見つけたので今初めて来ました。This is my husband. ということでボーディーは How many days you have left? 8 days. あと8日間であのロンドンに引っ越してしまうので、それまでの間時間があるときは会おうっていう約束をしていて、今ランチに来ました。こちらはですね、日本のランチスポットらしいですけど、ジャパニーズのカツとか明太子パスタとかウニパスタとかあるお店で、友達から聞いてここに来たんですけど、すごく美味しそうです。 I love my husband ケンタです。 I'm with my husband and I'm about to move and I can't believe that this summer has passed by now.Thank God you're here. Thank God you're here.
きマグカップがうちに仲間入りしたの。ブデ玉とキティちゃんともう一つ超お気に入りのやつがあるんだけど、 JT マグショットって書いてあるの。シティガールズの JT のマグカップ。私さ、気のせいかもしれないんだけど、毎日洗濯してる気がするんですけど、ねえ、どういうこと？私毎日洗濯してる気が、昨日も このアングル見た気がするんですけど、もう。なんかですね、今日から9月の1日になったんですけど、気温が9月になった瞬間、1日になった瞬間に一気に下がり始めて、今日とか24度なんです。もう秋すごいんです。あ、すごいんです、すごいんです、涼しくて。 Let John speak Korean. Let John speak Korean. すごいね。 Wait, speak Korean please. 안녕하세요제이름은존박입니다 What does that mean? Hi, my name is John Park.Okay. 私はオインダです。よろしくお願いします。Period. Oh my god. Who pronounced eight though? She's amazing. Yeah, like look. Ski です。Ski です。ski だよ。Sounds like anime. Okay, now your turn. どういたしまして。Bodhi. ありがとうございます。No, no. Spanish.私の名前はボディです。No, hola. What? That's not Spanish. Hola, mi amo, que mi amo. 私たちいろんな世界語の言葉を話す。Me alegra mucho hablar con ustedes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Y que mi es mi mejor amigo. Lo quiero muchísimo. 何て言ってるか全然わからない。I don't even know why you just said, but I love you. I love you too. 今日はですね、この後夜にマイルズのお母さんとうちとボディとマイルズとマイルズのママでディナーに行くんですよね。We're gonna have a dinner with Miles' mom. Hi. You're a dream. Does it get better? Yes. You're a dream. Jungkook Beach. Fine. It's fine. ただいま帰りました。ただいま。ちょっと夕日がすごいなんかいい感じで漏れそうなのでここで撮る。ただいま。ということで今お家に帰ってきたんですけど、お家に帰ったらなんと。もうすごい嬉しいものが届いてたの。何だと思う？ハズレ。正解はですね、やばくない？ Destiny's Child's G.I. の Beyonce の Barbie なの。 Pay my bills, pay pay my bills, pay pay my bills, pay pay my bills, I don't think you do. Oh my god! やば！嬉しい。これコレクションにね、追加するの。誰？すごいめっちゃテキストしてくるんだけど。てかもう時間ない。あともう本当に15分ぐらいでディナーに行かなきゃいけない。てか準備間に合わないよね、みたいな感じの状況なんですけど、これ。どうします？すごいな！何？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 なんかさ、正直な話さ、予定も好きなんだけどさ、準備してる時間が一番好きくない？どう？みんな。なんかさ、ニューヨークでね、自転車乗ってると、めちゃくちゃ、本当これグロい話だから、聞きたくない人は飛ばしてね。死んだネズミとかハトとか見るの、落ちてんの、引かれて、もうやだー、すごい見るの。何もやし休日で必ず見るかも。こっちの国ってさ、チップカルチャーがあるじゃん。でさ、それをさ、昨日友達と話してたんだけどさ、超難しくて、コーヒーとか買った時とかあるじゃん。コーヒーとかなんか買いに行くじゃん。でコーヒーとかを買って頼む、で作りますってなるじゃん。でお会計するって今ってこうピーってやったらチップはこうなんて言うんだろう、画面でこうやって自分で選択するの。ごめん充電が切れてた。でそれで選択するじゃん。でみんなはコーヒーとか買う時にも2ドルとかチップ渡してるっていう話になったの。ニューヨークってコーヒーとかってだいたい1杯コーヒーショップで買うとだいたい7ドルとか6ドルとかだいたいそれぐらいするの。今の日本で買うとさ800円とかいくんじゃないかな。サイズにもよると思うんだけど、だいたいそれぐらいするのね。それにプラスで2ドルのチップを払ったりとか1ドルとかするの。でもさ、こうみんな言ってたのがなんか一言しか喋らないわけよ。 Hi, can I get ice coffee? Okay, ピッ
でこうやってフリップされてこの画面をお支払いの設定する画面をされてチップのところを自分で押さなきゃいけないんだけど、みんなこの瞬間になんで私たちはチップを払わなきゃいけないのってみんな話になってて、私は払わないみたいな人もいれば、私は1ドルだけいつも払うみたいな人とかいて、様々でなんかすごい興味深かったっていう話。私も思うんだよね。なんか例えばレストランとかに行ってね、このチップサービスっていうのは、例えばなんかこうレストランとかに行ったらさ、各テーブルにサーバーの方がつくじゃん、あの担当してくれる方が。その方がさ、すごくこう感じの良かったりとか一生懸命やってくれたっていう時にはみんなすごいチップを渡すの。それでありがとうっていう気持ちを表したりするんだけど、で逆にそれでサービスが悪かったらみんなチップを最低限にしたりだとか、人によってはチップを一切払わなくて、それでお前のサービスは最悪だったっていうのを表現したりするんだけど、コーヒーとかそういうなんか買うだけのそのマジで10秒ぐらいの間にも、なんでチップ渡さなきゃいけないの、この経済の中でってみんな言ってて、確かになと思った。私もいつも気まずくなっちゃうから1ドルとか2ドルとか出すようにしてるんだけど、でもよくよく考えてみたらさ、確かにって思った。日本とかだとさ、なんかこう賃金以上にさ、みんなこう頑張るじゃん。うちもバイトの時そういうメンタリティだったんだけど、1時間の時給以上にもこう頑張るじゃん。頑張るっていうか、お客様をおもてなしというか、必要以上っていう言葉は正しくないと思うの、このケースに関しては。何が言いたいかっていうと、こっちとかだともうもらってるお金しか私たちは仕事しませんっていうメンタリティでみんな仕事してるのね。本当になんか私はこれぐらいの時給しかもらってないので、これ以上はやりませんし、お客さんがそれで困ってても私のせいではなくて、あなたたちカンパニーの人たちのせいです。私はこれぐらいの時給しかもらってないので、ここで私は終わりですっていうみんなメンタリティのニューヨークとか特に感じるのね。なんかすごいなと思う。なんか日本でさ、うちは生まれ育ってさ、学校とか行ってバイトとか経験してとかいろいろやってきてさ、経済とかもそうだけどさ、全然違うよねっていうのですごいなんか感化する。日本とかだとさ、お客様は神だっていう言葉がさ、あったりするじゃん。数年前とかでもなんか、レジのさ、お客さんのこのエピソード紹介みたいなのもうちの動画の方でやったりして、いろんな人がその、接客をやられてる方がこういうことがあってっていうのを送ってくださったりとかしたんだけど、なんかもうそういうのがないの。お客様が神とか、はって感じるの、みんな。普通にうちはこれぐらいしか給料もらってないし、それに歯向かうんだったら来なくていいし帰ってくださいっていうみんなメンタリティなの。すごいよね。勉強になる。やば、準備。So cute. Is that okay with you?It's really cute. It's bargain. It's so cute. I've never used this before. 日本とかだとさ、あんまり物を貸し借りする文化ってなくない？大人になると特に。友達の家にさ、来てさ、洋服貸してとかっていうことってあんまりなくない？でもこっちだとね、結構あるの。で、うち最初の頃はね、マイルスとそれでブチ喧嘩したの、毎回。なんか、返してくれないとか、例えば貸したとするじゃん。1個のイベント、今日はこのディナー、今日は夜ご飯に行くからこれ洋服貸してって友達に言われて貸すじゃん。したらさ、次の日には帰ってくるって思うのね、うちだったら。でもそのまま1週間借りてて、他のことにもその洋服を使ってるとか分かんない。もしかしたらうちがちっちゃい人間なのかもしれないけど、大人になって友達と洋服とかの貸し借りをうちはしたことがないから、すごいなんか勉強になった。だからうちはそれ以来はこういうもうめちゃくちゃ仲いい友達にしか貸さない。たまに連絡とか来るけど全部無視する、貸さない。Hey Siri, can you text to the group chat for Miles and Bodhi? I'm pulling up right now, sorry. Send it. Send it, please. Done. Woo! 見て、夕日が綺麗。Wait, this is so cute. I wish Miles was here. I actually never really tap into Greenpoint, but I come here for my haircut because my girl is doing a hair salon here. No word? But that's it. I always like in and out. I've never really like walked around and stuff. But it's so nice. Me and my girl, Bobby. Oh my god, this is the bike that I want. I want this bike. That bike is literally $4,000. Holy cow. That's a car, girl.
So me and my girl, Bodhi, is where we are? Greenpoint. Because there's a cute coffee shop that Miles was talking about and he was recommended to us to go. So we decided to go. Because I'm moving and I want to explore different parts of the city. She got two more days. I'm capping, girl. I know you are. But she got like six more days? Right. Wow. That's the coffee spot. Its name is Rhythm Zero Lover. So they love people who cannot dance. Because it's a rhythm zero lover. Feed you. Okay, so like obviously I want to try it now, right? Wow. Wow. ただいま、お家に帰ってきました。すいません、またまたですね。ブログどん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 長くなっていってますよね。来週からですね、ニューヨークではファッションウィークが行われる。1週間ぐらいかな。うちは途中で仕事で日本に帰らなきゃいけないので今回は全部いないんですけど、まあ、そんな中でもありがたいことに歩くショーを歩かせていただくブランドがいくつかあるかもしれなくて、それのですね、今日はオーディションというか、まあ、顔合わせみたいのに行ってきました。もしね、歩くことがなかったら、あ、この人オーディションに落ちたんだなって思っていただけたら嬉しいです。今日はこの後、昨日ボーディーと一緒に行ったグリーンポイントっていうエリアがあるんだけど、そこがなんか可愛すぎて綺麗すぎて、オープンハウスだ、ごめん、オープンハウス、なんていうの、日曜日とかにさ、たまにやってんじゃん、ほら、お家売ってますみたいな、見に来てくださいみたいな、自由にこの時間帯みたいな、会いに行きます。去年の大体今頃ぐらいに多分 YouTube の動画でたくさん家が見つからないみたいなのをあげたんですけど、状況はですね、今も変わっていなくて、去年とどん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 家賃も高騰してるし、どん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 家が見つかるというか、家も全然ないし、今昔通り、今まで通り、しかも先週発表されたんですけど、そのアメリカ全土の中で一番住むのにお金がかかるというか、一番なんて言うんだろう、まあ高い町、住むのに高い町っていうのがニューヨークのマンハッタンが第一位になりました。仕事しなきゃ。Okay, ということでですね、今から私とマイルズでボーディの、ビザ用の写真を撮影します。イエーイ。Promise I'll be kind but I won't stop until that boy is fine. Yeah. Baby you'll be famous, chase you down until you love me. Paparazzi. You're gonna have some others in here. Yeah, just fucking right. Honestly, I wanna see it though. Promise I'll be good. Oh my god, that was so rude and nasty. No, cause he's a paparazzi. Yeah. Ooh, that's kind of serving. Thanks for her Stop! Miles! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here he is.